皆さんこんばんマーティーン。ではの役は金だけ西武の史上最強のためプレイヤー、タワダ新三郎さんの操作います。いや、ストレートだけじゃなく、スライダー、カーブ、フォーク、シュート、進化した投球、本当に変化球も進化しているピッチャーでございます。現在は海外で野球をしておりますが、西武試合は4年だけです。4年という短い人生、まさに一発屋ですね。はい。1名はルーキーやからも先発を起用しましたね。まあ、新人王にはならなかったけど、ルーキーやは18試合出場したそうでございます。2年目もなかなか2桁恵まれず、3年目で2桁恵まれ、最多勝というタイトルを獲得したそうでございます。あとは日本代表として、まあ、アンダー23だっけ、その野球にもメダルを貢献したそうです。日本代表にも一時期選ばれましたね。はい。その後、怪我で治れず、育成契約するも、軽力で結局は海外へ移籍したそうでございます。確かに変化球多彩なピッチャーで、短い一生のプレイヤーでございます。若いのにね、はい。というわけで、短命プレイヤー、本当に何人かいますね。はい。その中で、田原新三郎さんの凄さを語りました。バイバーイ。